懐かしい滋賀が写真や動画でよみがえる懐かし賀。今回ご紹介するのは1959年栗東町役場の写真です。安養寺山を背景に田園地帯にひときわ目立つ真っ白い建物。こちらは現在の栗東市役所にあたる栗東町役場。広い農道のような道にある旧庁舎の向かいには旧公民館が写っています。おしゃれなミニカーかと思いきや、こちらは昭和30年代の救急車と消防車。現代の形とは違い、当時はステーションワゴン型が主流だったようですね。こちらは庁舎内の写真。ダイヤル式の電話やボタンを押しレバーを回すレジ、車内でタバコを吸う姿など、今では見かけない光景です。現在、栗東市役所の周りにはお店や会社が立ち並び、立派な庁舎に建て替えられています。